ると思うので、うん、ファミリーシュガーバージョンっていうやつなんですけど、いいですか？いいですか、それ。いいですよ、それ。ブログエースの、はい、ファミリーシュガーバージョン。わかりました。はい、途中で、はい、どうするとレベルが上がると思いますかみたいなの聞くんで。はい。わかる、じゃあそれに答え。はい、適当に答えてください。収録中なんで。わかりました。はい、始めていいですか？ヘッドホンつけます？あ、つけます。これあ、どっちでもいいですよ。多分どれでも聞けるかと。ちょっと待っていいですか？はい、あ、そうだ、ちょっと待ってください。多分今は流れてないので大丈夫ですか？じゃあ行きますね。リビングから出ます。はい、やり直しできるんですか？これやり直しできます？はい、大丈夫です。で、僕言うのか、もう一個、そうか、あ、じゃあ番組のあれまで言うんですよね、はい、ごめんなさい、そうかそうか、失礼しました。じゃあ、ちょっと待ってください。26分、時刻は間もなく10時30分になります。ここからはゼルバサッカースクールのヤーナレーフカナレルをお送りします。ヤーナレーフカナレルというのは沖縄の言葉で、家でやっている習慣が外でも出るということを、表しております。私たちゼルバサッカースクールではサッカーを通していい習慣を身につけるということを目指しておりまして、ここからは、サッカーを通してですね、子どもたちや、サッカーを一緒に楽しんでいる大人や指導者の方が聞いてためになる話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてこの番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmginoan.com です。また FM ギノワンでは YouTube ライブ、そしてツイキャスで映像と音声もネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またまあ、今日は収録ですけれども、今ツイキャスはやっている状態でして、ツイキャスはツイッターと連動しているので、まあ、ツイッターでコメントをいただくこともできます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日はですね、はい、まあ、前回はちょっとパワハラとかそのメンタルを鍛えるっていうところを、はい、お話しさせていただいたんですけれども、今回は実際にサッカーの練習の質と量というところを、はい、まあ、少しお話しさせていただきたいなと思っています。はい、そもそもそのサッカーだったり、まあ、スポーツをなんでやるかっていうと、うん、はい、
まあ、みんなそれぞれ目標あるんですけど、まあ、ちっちゃい子小学生とかやっぱプロサッカー選手プロ野球選手とかとこうプロになりたいとかっていうことが多かったりはするんですが、はい、まあ、大人も含めて今サッカーも何でもスポーツは生涯ずっと楽しんでいく方がいいのかなっていうのは僕は思ってまして、はい、まあ、普通にサッカースポーツをやっていく上でやっぱその元気になれる健康になれる、はい、でやっぱこう何かこう勝ったりとか仲間と一緒にその時の時間を共有することで感動をしたりしますよ、ね、うん、元気と感動 と、はい、あとこうそれを通して新しい友達だったりができたりする、うん、仲間ができてで自分自身の成長も感じられるっていう、うん、まあ、スポーツをやる意義というのが、まあ、元気感動仲間成長っていうふうに、うん、まあ、あるメンタルトレーナーの辻先生っていう方がおっしゃってるんですけど、はい、僕本当にそれすごいいいなと思ってまして、うん、これは別に競技レベル関係なく、まあ、子どもたちから大人までがそういったことを常に目指していくことにスポーツの良さっていうのがあって、はい、でそう考えるとこれからまあ人生100年時代とかって言ったりしていく言われてます、ね、はい、中でも、まあ、そのプロにならなくてもどんだけこうスポーツに触れていくかっていうことで、はい、まあ、自分たちの人生がより豊かになるかなということが言えるんじゃないかなと思ってます、はい、うん、でその中でちょっと最近僕の周りというか、まあ、よく相談があるんですけど、はい、やっぱ練習のしすぎ試合のしすぎで怪我をしてしまったりとか、うん、もうサッカーをやめたいとか、はい、中学ぐらいになってもいいかな引退高校で引退っていう、うん、こう離れていく話もよく聞くんですよね、はい、うん、なのでその原因だったりそれはどうして起きちゃってるのかなっていうところを少し今日話していきたいなと思ってます、うん、はい、なるほど、はい、この練習も練習の例えば量とかそういうのも、はい、このサッカー続けるか続けないかに関わってくる重要な結構そう要因になるんですか。はいはい、うん、そうですね、やっぱりこう練習をすればするほど上手くなるって思うじゃないですか、はいはい、で多分そのじゃあレベルアップするにはどうするって言われたら、うん、例えばまあその練習以外なんか思いつきます。練習以外にあとは体作りとかですかね、はい、そうなんですよ、そのやっぱ練習と食事と、うん、はい、あと睡眠しっかり休むことで、はい、その体のバランスがやっぱりこう良くなっていって上がるんですけど、はい、練習をやりすぎてしまうと、はい、一つは体を休める時間がなかったりとか夜遅くまで 朝練して、はい、昼も練習して夜もやってってなったら寝る時間がなくなっちゃうんですよね。そうですね、はい、で体っていうのは寝てる間にこう修復して筋肉が壊れたところをまた元に戻ってレベルアップしていくんですね、はい、うんうん、なんですけどその戻る時間がないまま、はい、練習するとまた筋肉が傷ついてってなっていって、うん、でその間にもちろん栄養も取るんですけどそれがもう吸収し栄養を吸収して自分の体に戻すまでにやっぱり時間があるんですけど、それすらも、ね、寝る時間が少ないと、はい、もう吸収そこができないようになるってことですよね。そうなんですよ、だから体が回復する前にずっと傷つけやっていくと、はい、だんだん動きが悪くなってくるし頭もちょっとぼーっとするじゃないですか。でそうするとどう何が起こるかっていうと、はい、お前しっかりやれよって言われるんですよ。ちゃんとやれよちゃんとやれよってなるんですよね。そうすると自信もなくなるし、はい、ちゃんとやりたくてもいけないし、うん、じゃあもっとやろうってやると、うん、じゃああんたもっと頑張りなさいよって言われて何するかっていうと、うん、また練習いっぱいするんですよ。そうですよね、一人でまだできてないんだってなったらやっぱ練習に走りますよね。そうなんですよ。そんなしてるうちに怪我しちゃったりするんですね、うん、とか心が疲弊してしまったりとかして、うん、まあ、最終的にサッカー離れだったり野球離れだったりとか、ね、野球選手だったら肘壊してるのがすごい多かったりとか、はい、なんかよく調べると6割ぐらいもう小中学校の間に怪我をもう持ってるっていう潜在的に怪我を持ってるっていうデータもあったりするんですけど、そもそもじゃあヨーロッパとか海外 その住んでる国ではどうなのかっていう時に、まあ、大体週に2から3小学校中学校で土曜日か日曜日にどっちかに試合が1試合あるんですよ、うん、僕もドイツにいた時は週に3回練習、高校生だったんですけど3回練習、はい、1回1時間半、はい、で日曜日か土曜日に試合、うん、あとオフみたいなだけなんですよ、はい、でちょっと物足んないなと、練習早く行って走ってたら、はい、コーチに呼び出されて、うん、余計なことすんなと、うん、練習で走ればいいと、
この1時間半の中で全力でやれと、その前に勝手に体力使ってんだとあれ褒める日本だったら褒められそうになるみたいな、ね、なんかよく頑張ってとかなるのがなんか日本の感じだと全然違くとにかくじゃあここに集中してやんなきゃダメだよ、だから、はい、ダメなんだよみたいな感じで言われて そ, うそういう叱られ方もあるんですか。そうなんですよね、うん、でまあ、よくよく見てサッカー選手どうなのかって、はい、プロの J リーガーとかになると、はい、やっぱり週に2回から3回オフがあって、はい、午前中か午後に1回練習して、はいはい、で試合は週に1回か2回あるかないかなんですね、うん、でそれってまあ本当にヨーロッパは普通に、まあ、プロがそれだからしょうが、はい、まあ、みんな成長期もそういう風にやってるよって、うん、ただ練習の時間がちょっと違うよって少し短い、はい、もちろん子供の方ってなるんですけど、日本どうなのかって、はい、日本の場合逆で、はい、小学校中学校高校がめちゃくちゃ練習多いんです。そうですよね、高校なんかもう毎日やってるかもしれない。そうですよね、この間なんか違うスポーツでしたけど366日やるみたいなそんなそういう心構えだったりとかもあったりするみたいなので、まあそこはどうなのかな、はい、仕事に転換した時にはやっぱりね、全然寝ないで仕事した時って、まあ、でも当てはまりますよね、うん、確かに。でもやっぱぼーっとしちゃうじゃないですか、はい、じゃあいいプレーできるかいい仕事できるかって言ったらやっぱり、ね、結局ミスが出てとか、でそこで怒られて、まあ、また残業してみたいになっちゃったりするかもしれないじゃないですか、はい、同じですね、そうなんですよね、そういうバランスをやっぱり知っていくっていうことはすごく大事で、はい、実はできてないことの裏には休めてなかったり、うんうん、ちゃんと寝れてなかったり、あ、じゃあその休息の時間があることによってやっぱこの作られてくるべきところが、はい、その作られないっていうもったいないことが、そうなんですよ、いい練習してても頑張って体を動かしても、うんうん、それが染みついて次の日になってちゃんと頭と体に残っていくっていう時間を作んないと、はい、ずっとアクティブな状態だとそれは保てないんですよね、うん、ただただ壊れちゃう、なるほど、なんですよ、はい、なので、まあ、ちょっとそんな話もちょっとしながらですね、はい、また後半にも行きたいと思います。そうですね、後半に。ではここで1曲いきたいと思います。はい、はい、スガシカオのプログレスでお願いします。でここも赤のランプが普通つくところがつかめないここまで上昇です。あ、ちょっと待って外でちょっとすいません、お願いします。子供たちそれこそもっとやりたいって子が多いんじゃないですか。そうなんですけど、それは別にそれでいいと思うんですよ。だからその強要されて拘束されてやってる時間っていうのと、自分が自主的に動いてやってるってもうそもそもは違ってて、頭の中で。ああ、違うんですか。そうなんですよ。だそれももちろんやりすぎちゃったらダメなんですけど、今すごいいい質問だと言ってくださる、はい、それめっちゃいい話です。それ本当大事、そこすごい大事です。
あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。さあ後半入りましたけれども、はい、ここで質問が大塚さんから来ているので、はい、答えていただければと思います、はい、まず、まあ、その T シャツいいなっていうのは置いといて、これはゼルバの T シャツですよね、はい、で、あの、日本の朝練とか不要ってことですかって質問があるんですけど、そうですね、朝練はどうですか。朝練を、はい、まずほぼ海外のチームで朝練っていう文化は普通ではないと思う。通常の平日にあったりとか、はい、まあ、そのキャンプとかなんかの時にはあったりするかもしれないですけど、はい、うん、まあ、そのなんていうんですかね、夜遅くとか、はい、居残ってとか、はい、朝早くとかってあんまないんじゃないんですけど、うん、ただまあそこは自分の習慣として朝早く起きて何かをしているっていう選手はいるとは思うんですけど、はい、チームで強制してどうのっていうことはあんまなかったりとか、あ、まあ、あとはまあ朝早く起きて何かするっていうのは脳科学的には脳を起こすとかそういう意味ではいい、はい、っていうのよく言われますね、うん、 朝勉強した方がいいよねとかいうのもあったりもするので、ね、もうどの程度の負荷って言って、はい、まあ、練習 の, この強さ、うん、強度、疲労感を残さないかっていうところも第一だったり、その種類によると思うんですよ。軽くなんかするぐらいだったらまだちょっとはいいのかもしれないですけど、うん、あんま朝からガンってやったら逆に怪我みたいな、あーぼーっとしてるところで動くんで、まだ頭起きてないのにみたいな、まあ、っていう感じです、はい、あとは必要に迫られてやってる場合もあるかもしれないですね。どうしてもそこしか時間が取れないと か, なんか朝だったらコーチが行けるからやったとか、はいはい、あ、そういう場合もそれありそうです、ね、でもそれはもう本当に 適切な環境ではないっていうか、その、ね、サッカーを本当にやるとか何か一つのことをやるって言った時には環境の問題っていうのは大きいと思います、はい、うん、でその次に、あの、応援してる男子チームは社会人もいて全員練習は本番まで2回くらいしかありません。あとは動画と自主練です。これはこれで各自モチベーションが高いから可能なんですかって。この個人個人のモチベーションのあれもあるんですか。そうですね、で、まあ、こういった合わせるのは、はい、オーケストラなんかもほとんど全体の練習って1回とか2回だったりするっていう話を聞いたことがあって、まあ、そのそういった個々で高められるっていうものが先にあるようなものだったらそういう風になるかもしれないですし、じゃあこれはサッカーの日本代表ここでやってじゃあポンってできるかって言ったら競技特性になってくるので難しいと思うんですけど、まずその、うん、その競技によって違うっていうことと、でもこの本人たちのモチベーションが高いっていうのはもう間違いないですよね。そういった人たちが出てくるから、はい、あ、で私からの質問なんですけど、はい、あの、さっきこの海外では練習の日程が日数が少ないっていう話があって、でもやっぱ子供とかって好きで例えばサッカーとかやってると物足りなくて毎日でもやりたいみたいな子はいるじゃないですか。そういう子たちに対してはどうするんですか。どうするって言ったらあれですけど、あの、もちろんある程度、はい、試合の前日の夜遅くまでやってる人があってね、そう、なんかそういったところはコントロールしなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱその単純に自分からやりたい、先週の話もモチベーションってあったと思うんですけど、その前回の話でモチベーションっていうところで自分が意欲的にやってる時っていうのは脳の活動領域がちょっと変わったりもしていて、やっぱこの普段の練習って基本的にはこういうことやろうよこういうことやろうよって周りから言われ、周りでコーチとか監督主導でやるじゃないですか。そういった場合とやっぱ疲労感とか達成感とかちょっと感じ方が変わってきていて、で、心と体って結構リンクしてて、心がいい状態だと怪我しないっていうのもあったりするんですよね。
だからもちろんなんだからって言ってどんどんやればいいわけでもないですし、はいうんうん、で一番やっちゃいけないのがお父さんとかお母さんに、はい、あんたやりなさいよって言われてやる、あ一番ダメです、一番やっぱダメ、一番ダメです。本人はやる気ないけど、はい、とりあえず30分ぐらいボール蹴っとけばいいかな全然ダメです親、はい、やれって言うしみたいな、本当に意味ないですあ、はい、じゃあもう本当にそれは時間をすごい無駄にしてるというか、はい、なんかもうなんだろう、そう、はい、いいんですよその子がやりたいことやれば、うんはい、親とかに強制されてやるものではないというか、はいはい、だからよく言うんですけど小学校低学年とか小学生ぐらいの間、うん、もしくは中学校の場合によってはなんですけど、はい、親がコントロールできるじゃないですか、うん、年代的に、はい、時間の管理だってあんたやりなさい、はい、あれこれやりなさいこうじゃない、うんうん、でも高校ぐらいになってくとだんだんその自分の活動範囲が広がっていって、うん、自由な時間とか友達といる時間だったり、はい、彼氏彼女との時間だったりとか、うん、多いですよ、ね、増えてくるじゃないですか、増えますよね、そうなったら、はい、もうコントロールできないじゃないですか、うん、でもそれでも本当にさっき言った通り、はい、おっしゃってた通り、はい、こう好きだったら、うん、もうそんなの目もくれずにずっとボール蹴ってたりとかするんですよ、うんですよね、変わらないんですよ多分、うん、本当に好きだったり、はい、楽しかったりよく言いますよね、このなんかもう野球とかサッカーとかが好きすぎてもう彼女も作りませんでしたみたいな、うん、なんかもう恋愛なんかよりこっちが楽しいみたいな人とかもよく聞きますけど、はい、それはもう僕たち指導者でも教えられないことじゃないですか、うん、もちろ ん, なんかそのきっかけの一つはあるかもしれないですよ、はい、コーチが褒めてくれたからもっと頑張りたいとか、うん、なんかあるかもしれないですけど、最終的に本人がどんだけ好きかっていうところになっていくんですよ、うん、クリスチャーノ・ロナウドっていう選手なんかもまさにそうで、うん、どんだけ言われても夜こっそり来て練習したいと か, なんかもうめちゃめちゃしてたんですけど、はい、その裏ではちゃんと体のケア食事っていうのを誰よりも自分で勉強してやってたんですよ、うん、だから自分のその体の使い、何て言うんですか、許容範囲をコントロールもしてましたし、うん、してたみたいですし、はい、あの考えもしてたし、うん、ただがむしゃらに頑張って気合と根性ではやってないっていう、うんうん、酒も飲まないし、うんうん、早く、うん、試合の後はどっからでもどんなところにいる時でも、うん、次の試合に備えるための体のケアをして、うん、家にもプールを作って、それは泳いで遊ぶとかじゃなくて、はい、プールじゃなくて体を休ませるような、うん、そういう機能も備えたプールだったりとか、はい、そこまでやっぱりちっちゃい時からやってて、はい、積み上げていく人がああいう風になるみたいなのがあるので、あ、はあ、で、まあ、さっきの最初の質と量の話になるんですけど、はいはい、やっぱりどんなことを子どもたちに今伝えたらいいかとか、どんな風な練習をするとか、どのぐらいの練習量が適しててっていうこと、もしくはその少ない時間でギュッと詰めるにはどうしたらいいかって、やっぱり指導者側も僕もそうなんですけど考えないとできなくて、でもなんとなくじゃあボール蹴っとけよって言ったら、例えばリフティングとかを1時間とか20分とか30分やらせることはできるんですけど、あんま意味なくて、例えば1分2分だったら子ども集中してできるかもしれないですけど、20分30分やっとけよって言って、でこっちが一応練習させてますよって言うじゃないですか、はい、で子供なんとか練習してますみたいになるけど、はい、身にはならない、本当に集中してやってたら別なんですけど、うんうんうん、例えばじゃあ10分間で5分で感想をまとめなさいって言われたらすごい頑張るじゃないですか、はい、じゃあ来週までにこれ感想まとめといてって言って全然やんないじゃないですか、やらないですよね、ぼーっとしてじゃあどっちがいいのってなった時に、時間のコントロールと制限をある程度かけてあげることで、子どもの集中力は高まってよりいい練習にもなるし、うん、でその分しっかり次休んでまた次に違うことに時間も使えるようになるんですよね、うん、だからその練習量のコントロールとか試合の時間のコントロールと、あとはその怪我とか、うん、食事に対する睡眠に対するバランスっていうことを、うん、やっぱり小さい時からなんとなく完璧じゃなくても伝えていくことで、うん、あとは子供たちが親たちがみんなこう好きだったら調べていくと思うんですよね、はい、やれやれとか、はい、頑張れ頑張れ、うん、とにかくやれなると厳しいかなって、うん、だから考えてみんな行動して、はい、より良いものを作りましょうっていう感じですね、はい、まあ、子供のこの時期ってただでさえこの成長期でもあるから、やっぱりそこら辺もちゃんと考えてやった方がいいってことですね、はい、ありがとうございます、はい
残り1分半ですけど、ね、何か伝え忘れたことはないですか？そうですね、最初の話に戻るんですけど、はい、やっぱその人生100年時代ってなった時に、はいはい、僕は子供たち今やってる子自分の作りにいる子たちが参加はやっぱ生涯通して楽しんでほしいなっていうのもあったり、うん、それは自分がプレーするだけじゃなくてもしかしたら観戦だったりとか今ウォーキングサッカーっていうのがあったりとか、うん、自分の子供だったり孫だったりとなんかこうボール遊びしたりとかっていうところに、うん繋がっていって、でもそれはいい思い出、嫌な思い出ばっかりだったらいいじゃないですか、はい、怪我して、それでさ、それこそ怪我してできませんとか、はい、いう風に長い目で見てなんかスポーツを楽しむ環境を作りたいなっていうことと、うん、楽しんでほしいなっていうことと、はい、まあ、仮にプロになったとしても、うん、そのうちの30何歳までぐらいですよ、できて、うん、ってことは残りの60何年間は違った形があるので、はい、何もかも全てがサッカーに注ぐ必要はないですし、うん、いろんなことを楽しんでやる、好きだから今はサッカーやってるが一番いいかなって思う、はい、周りにやらされるように、はい、ありがとうございま す, ですじゃあこんな感じで来週もサッカーの話を、はいはい、よろしくお願いします、お届けしていきましょう、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんまた来週お会いしましょう、はい、さようなら。